どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、またお人形さんでちょっとやらせてもらったんですけど、これ三つ編みをしてません。結構こう後ろでこう自分で三つ編みするときに難しいとかっていう結構意見をいただいてたので、今回はもう三つ編みしないでちょっとある方法を使ってこういう編み編みヘアを作ってみました。結構ほんとシンプルな作り方でゴム何本かちょっと使うんですけど、それで作れる、ヘアアレンジになってますので、いつも三つ編みヘアでお悩みの方、よかったら参考にしてみてください。それでは動画を始めていきます。まずブラシでしっかりと溶かしていきます。後頭部より少し上のあたりでまとめてゴムで結んでいきます。この時崩れないようになるべくしっかりと結んでください。次にオイルをつけていきます。毛先にしっかりとつけて、毛羽立ちがないぐらいまでつけてください。またしっかりブラシで溶かしてなじませていきます。次に表面の髪の毛、だいたいこれぐらいの厚さを取って半分に分けます。で、半分に分けたところで下に2本ともくぐらせていきます。で、くぐらせたところで下でゴムを結んでいきます。こんな感じで結んでれば OK です。次にまた表面の部分を少し取り分けて、半分に分けて下にくぐらせていきます。ゴムで結んでいきます。この時上の髪の毛とちょっと絡みやすかったりするので、なるべく絡まないように気をつけながら結んでください。もう一度表面の部分を取り分けて半分に分けます。そのまま下にくぐらせてゴムで結んでいきます。ある程度下まで編んだら、下の部分からこの横の部分ですねを少しだけ広げていきます。ちょっとだけ広げるぐらいで大丈夫かなと思うので、あんまり広げすぎないように注意してください。で、お好みで毛先にヘアアクセをつけていきます。で、多分編んだ時にちょっと毛羽立ちが出てきやすいかなと思うので、そこが出てきてたらスプレーで押さえていきます。ちょっとスプレーをこう振ってから手でなじましてあげると結構毛羽立ちって収まりやすいかなと思うので、毛羽立ちが気になるところにしっかりとつけて
手でなじませるようにしてください。はい、こんな感じで仕上がりました。三つ編みしないでもちょっと編まれてる感じになってるかなと思うので、普段三つ編みをするのが苦手な方、よかったら参考にしてみてください。